そうですね、昼間にかなり降りまして、どうぞ。今日泊まる部屋は最初からの風呂です。お風呂、お風呂、そうそう、ここじゃない。暑い。じゃあカフェ向かってきます。はい。今高速でとりあえず本田さんに向かいます。でその前に気になるカフェがあるので、そこ寄ってね、もう着くよ。このお店を買って、おいしい。美味しかったね。美味しかった。じゃあホテル行きます。ホテル行ってプール入ろうか。はい、もうすぐ着きます。見える？見えてきた。チェックインよろしかった？はい。じゃあ降りよっか。スーツケース見てよろしかった？はい。セキュリティかかっておりまして、ちょっとお渡しするルームカードをこちらにかざしていただきますと自動で付けになりますので。そうですね、昼間にかなり降りまして、予報がですね、21、明日から明けという感じで、はい、ずっと雨だったんですか？そうなんですよ、僕はちょっとタイミングに、うん、晴れがもう3日間ぐらいしかないぐらいの時期でずっと降り続いてまして、玄関？玄関ロビーで、こうすると洗面からさ、海が見えるね。こっちのシャワーからも海が見える。で、お風呂、お風呂、もう最高じゃない、ね、お風呂からの景色がすごいよね。オーシャンフロントだね。
プールも見える。プールも見えます。この部屋の流れがロイヤルプールスイートか。ということは、この部屋にはなんと、はい、どうぞ。こんな感じです。ドラムジでお酒飲んで、夜居酒屋行こう。はい。今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあまた2日目、ね。はい。はい。お疲れした。お疲れ様でした。今日もはい。はい、おはようございます。おはようございます。はい、2日目です。こちらは2日目は海で遊びます。はい。はい。じゃあ向かってきます。はい。じゃあ、とりあえず何ですか？最高だね。めちゃめちゃいいお天気。全部置いといて大丈夫ですよ。この辺大丈夫ですか？つけとったら大丈夫ですよ。背中ひっくり返り、腰はもうまっすぐな状態で、戻って、そういい感じ、いい感じ。足伸ばして、足伸ばして、腰曲げない、腰曲げない、胸張って、胸張って、すごいすごい。近いですね。はい、腰ですよ、腰前に出して、そうまっすぐ、そうI'm sorry.
テルでお酒飲みながらのんびりしよっか。ということでホテル戻ります。はい、今からホテルのプール行きます。浮かんでる、うん、ビーチ着きました。着きました。プライベートビーチだそうです。じゃあ沖縄で一番美味しいハンバーガー食べに行きます。1時間か30分って言ってたけど行ってます。行きましょう、行きましょう。今から行くのがここです。キャプテンカンガルハンバーガー。はい、じゃあ向かってきます。はい、はい、もう着きます。はい、こちらです。こちらです。もうすでに人がいっぱいです。あ、待ってみようか。そうですね、沖野牛王さんに来ました。美味しかったです。からのもうすぐランチ、ランチディナーすぐディナー行きます。今からランチ直後のディナーになってきます。なってます。はい、到着しました。食事楽しんできます。行ってきます。はい、スライスしたものとお伝えしてたんですが、ちょっと今日ちょっと太くスライスされたやつ、コンビニエンジョーチーズを使ったパンをワッフルの形でお作りしております。暇飾りだね。お願いします。原産の車エビを使った揚げパンになります。なってます。おっと、足りないかもしれないですね。スペシャリティのお料理、カリフラワーを使ったお料理でございます。ワンナイフ、後ろにカップで付いたお料理があった1人目のパンですね。北海道産の小麦を使った夢力でございます。こちらがカモミール、その上にですね、パッションフルーツのソースの方3時間の食事も終わりまして、終わりました。今日は食べっぱなしだったね。うん、じゃあ夕日をバックに帰りましょう。はい、綺麗、それはみんな泊まってみたくなるよね。まあ、こんな感じで沖縄の旅でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこの動画が良かったっていうことだけでいいので、ね、YouTube の高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、音楽にして。